窓 NXP LPC1768 窓は ARM 社のプロトタイピング用ワンボードマイコン及びそのデバイスのプログラミング環境を指す。窓にはプロセッサとして NXP 社の LPC1768 を搭載した通常版と同じく NXP 社の LPC11U24 を搭載した停電圧版が存在する。それぞれ基板の色が 通常版は、紺色、低電圧版は山吹色に近い黄色となっており、容易に見分けがつく。また、窓 HDK が公開され、フリースゲイルセミコンダクターや、その他のメーカーから窓の開発環境に対応した、プロトタイピングボードが発売されている、機能上の際は、以下の表の通り、窓は、プロトタイピングツールとしては、特徴的な OS に依存せず、 ブラウザ上で動作するオンライン IDE として窓 SDK を備えており、ユーザーはこの IDE 上でコードを記述したり、mbed.org 上に存在するライブラリーをインポートしたりすることが可能。コンパイルされたバイナリファイルはダウンロードし、USB メモリとして認識されている窓の内蔵フラッシュメモリ上に書き込むことで動作させることができる。また、 このオンライン IDE からプロジェクトをエクスポートすることで、ローカルで開発することも可能である。Apache 2.0ライセンスである。m a d シリーズのハードウェアに対応した OS として、m a d o s 2014年に IoT 用 OS として発表された。アートスである。ありがとうございます。